6月28日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて117円65銭安い 21,220 円52銭でした。反落であります。トピックスも昨日に比べて 7.04 ポイント安の 1546.23 でした。東証一部全体の6割にあたる1296銘柄が下落、上昇したのは3割強723銘柄ということで、前場段階では売り物が先行しました。商いはまあ週末ということ、そして米中首脳会談を控えていると、手締まいムードが指摘される中ではそこそこできている方でしょうか。売買高株数が4億9400万株、売買来金が8369億円となっています。新興市場マザーズ指数はプラス圏で推移、前引け段階では昨日に比べて 5.84 ポイント高の 893.52 でした。日経ジャスダック平均株価もプラスです。昨日に比べて5円77銭高と、東証一部は売り物先行、新興市場はこじっかりといった前引けでした。日経225冷やしチャートをご覧いただきましょう。こちらですね、結局ここ数週間、2週間、3週間程度でしょうかね、このオレンジ色の25日移動平均線を下値サポート、そして上値のところでは青色の75日移動平均線を上値へのレンジですね、抵抗帯として、こちら25と75の間での膠着感の強い展開、ジグザグ相場となっています。昨日は大きく陽線をつけて買われましたが、今日はすかさず売り物に押され気味といった格好であります。ただ今日前引けでやや安いところ、今日の1日半ばの動きの中でも安いところで引けていますが、昨日の下値は割り込んでいません。いわゆるこの昨日の陽線の中に包み込まれているような格好、ハラミ足となっています。5番この下値を割り込むようなことがあると、再び25日線のサポート、下値サポートが意識されてくる展開になるかもしれません。そして今日週末でありますし、なんといっても G20 が開幕、そして米中ですね、トランプ大統領と習近平国家主席の会談が29日午前11時半ということで、明日の11時半から設定されているということであります。米中の動きを見るまでは動けないというのが今日の実情かもしれません。こうした中、海運株の堅調さが続いています。9101日本郵船であります。今日もプラスで引ければ実に8日8日続伸ということになります。昨日は一気にこの75日線、日経平均が抜けない75日線を日本郵船は一気に抜いてきました。今日もどちらかといえば買い物先行、ただ上値はやや重いといった格好のチャート形状であります。米中についてはすでに暫定合意ができているなどといった報道もありまして、景気敏感セクター、貿易関連セクターということかもしれませんが、海運株今日もこじっかりといった展開です。一方でこれまでの米中の摩擦の影響ですね、これが業績面にネガティブに効いていたということで、業績予想下方修正した6217津田駒が売られています。こちらこれから米中首脳会談を経ての未来形ではありませんけども、これまでの対立によって人民元が下落したと、反対に言えば円が高くなったということで、人民元安円高ということであります。津田駒は織り機ですね、繊維を作るような機械を中国向け輸出をしていますから、なかなか円高が不利に働いたということで、業績予想の下方修正を発表しました。これを受けて株価売られています。昨日陽線つけて買われたんですが、その1600円の節目をあっさり割り込んで大きめの陰線と売りが先行しました。今日の東京市場は米中首脳会談を控えて、どちらかといえば手締まいムード、ただ昨日の安値などは割っておらず底堅い展開となっています。以上、前引けの模様を東証アローズからお伝えしました。